はい、どうも、福来たるのりくです。あつやです。ちゃんです。こいす。福来たるから、ご報告がございます。はい。2023年。はい。12月。福来たる。メンバーシップ開催します！よっ！いや、メンバーシップとは、メンバーの会員になってくれた方々のみ、知れる情報であったり見れる動画、まあ、これがメインかな、うん、それを見れるという、うん、このメンバーシップこちらを解説しますので、そうですね、はい、なので、まあ、メインで言うと、うん、まあ、14歳クリスマの、はい、まあ、裏でこんな活動をしてるんだねっていう、うん、はい、まあ、その細かいところまで、はい、ネタ合わせの風景だったり服のデザインの完成までの過程であったり、うん、そういった、動きは何をしてるんだろうっていうところにもこう着目して、はい、さらにはですね、昔やっていた、企画もの動画ございます。いろいろセンスだったり、笑い気だったり、そういった動画も、ちょくちょくですがこちらの方で上げていこうじゃないかと。おーい、やっと高いでしょ、どうせ急戦長するんでしょ国家やんけ。福来たる頑張りました、うん、はい、月々700円。安い、マジか。アマプラや、下回ってる。アマプラほんまや。アマプラ1000円。あ、980とかやろ。1000円。何何ぐらい700円。月々ほんまに塩田1年前。ああ、マジでそんなもんや。だからみんなが焼肉月1ぐらい1個やろ、お金持ってるから。行くな。みんな金持ってるから。金持ってるやつどっか行って。今すぐ出て。その4人前とか頼んだうちの1人前だけ俺らにくれるみたいな。みたいなことやろな。1枚焼肉どうぞみたいな。うん。くださいよ。焼肉もください。肉1枚くださいよ。まあ、週3。うん。2か。2。いや、他の YouTuber 週1でしか上げてへんやん。え、来たら頑張ります。うせや、そうなん、急に投稿させて。マジやば。ばもちろんメインもサブも、うん、今までのヒントと変わらず、はぁ、ポンスカポンスカ上げていくのにもかかわらず、おぉ、メインシップでさらに動画2本追加で、うん、やば、上げていこうじゃないかなと。えぐっ。いや、ちょっと思ってんけど、はい、感動を買うっていう後の俺らが売れて、単独ライブとか、クリスマスポップアップとかですごいなんかテンポで構えるみたいになった時に、やっぱ俺らって泣くやん。その涙と同等のやつを得れるっていうね。知ってくれるからね、これで。そうそうそう。単独ライブとかで裏でこんな感じで動いてました。うわ、14歳頑張ったね。やわ。確かにな。ナルト一貫や。うん、そうやな。10巻分ぐらいだからあるんですよ、余裕で。まずまず、あ、そうやな、最初バーンってな。そう、だからみんなはおかげなってから、おかげなった瞬間を見るか、おかげなるまでを見るか。うわ、追ってた方がいいわ。おかげになるやろって分かった状態でナルト見る人と、どうなんねやろって思いながらナルト見る人、全然楽しさちゃうからな。やっべ、他が700円。すごっ。700円。700円で、おい、きつい。おぉ、キャスないやでもこれ有料よ。その将来芸人目指してる人、服飾目指してる人のいい道しるべにはなると思う。確かに、こういう過程でやってんねやっていうのを見れるか、有料やと思うけどな。ちょいちょい聞かれるしな。そう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 。何を、アパレルどうやって始めるんですかとか。あ、俺もあのネタ、面白いことってどうやって言うんですか。もう全部見せちゃおう。そんなんで700円じゃ無理でしょ。700円。これは安っ。入るほかない。マジで全員入るんちゃう。マジでメイン週7とか行かずに、行かずにメンシップ週7ありえるな。ありえるな。あと言っておきますけど、これ700円って僕ら言ってますけど、僕たちの懐に入ってくるのはこの700円全部が入ってくるわけではございますね。もちろん、はい、そっから Google とかに取られた分のやつが引かれた分が、残るっていう形になるので、はい、そんなになんか金取ってんじゃねえよとかもならない。うん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 、ならないってことは僕たちが金持ちになることは別にないです。そうだな。そうだね。まあでも5万人ぐらい来たらな。5万人来たら金持ちです。もうほんまそうやな。金持ち
その映像も何でもできるんだな。そういう YouTube 上で反する動画以外は。チンコあかん。チンコあかんのか。チンコやろ。チンコ出せるよ。名刺部なら。さあポルノハブいよいよ設立。やっぱどっかにしような。いやポルノハブマジでします。するファンティアしようや。ファンティア。ファンティア。ファンティアにしよう。絶対だ。うん、裏のエロ赤がやるやつそうそう見れるっていうファンクラブみたいなそんなそうなんできるどこでおっぱいモザイクでそうこれファンティア入ったら見れますすげー見たいなそれすごやるならファンティアファンティア一日はファンティアで、うん、でもファンティアも連携させてはいなんで作ったんですかとかあ聞かれるかなまあ思うかもなせやな急にこの時期にさ、うん、なんで始めたんですかっていうところあるさおかしいだろおかしいだろ確かに金儲けてんじゃねえのかっていううん金儲け、まあうんはい、まあね、あの、ほんまにきつくて本当にきつくて、はい、そうなんかあの、俺シンガポール行った動画、うん、コメントだなんすよあったかもなんか、アツヤが、うん、こんだけシンガポール海外行って、うん、冷めるわって、うん、はいはいシンガポール行く金あったんじゃないみたいな再来月の俺のクレジットカードの請求見てほしい死ぬんだよね全然死ぬから海外からマジでねあとはまあ個人の活動しだしたところ経緯っていうそうやなうん映すところがあんまりサブちゃんとはまた違う、うんうん、俺ら、うんうん、14歳の活動をもっとリアルにだからふざけてないやろふざけてない全然ふざけてないそういうことやろサブちゃんはやっぱふざけてたんや、うん、で出すけど今までその服着たの動画でなかったじゃんボケゼロっていう動画、うん、ないやろな名刺部ではもうそれが見える、うんうん、そういうことマジでボケゾラやからマジ見たいやろうんそらそらっすやボケてない川原とか見てみたいやろ見てみたいな若干そんなニュアンスやろ、うん、ボケてない川原1000円見る見るやなこれは見るボケてない14歳700円うんさらにさらに、面白い動画もあげますあ見るはいはいあぶねえ耐えたー見るなー昔の動画でもいいでなあーいいと思う最近多いしなコメントでな多いねいろいろしてくださいっていう爆発してんなうんいやまあ分かるしなその気持ちも分かるし、うん、やりたいとかもあるけど、うんまあ、なかなかできないっていうこの現状の中で、うん、こう打開策というか、うん、みんなと折り合いつけれる場所が、うん、メンバーシップでしたっていうメンバーシップで待ってるよっていうせやなどの企画をやりたいとはあるんですか昔のマジでセンスはしたいなセンスは書くやろなぁ笑い系もしたい一回出してみたいな笑い系もしたいな笑い系なあ俺あれしたい俺らのやり方伝したいわあいいなぁ夏あれ楽しいからなじゃあ俺お前が悟空で俺がベジータあれやんのやばいサブで出したサブちゃんで出したよこれあの四十八手のやつあーやりたいなーあーいいです四十八手クイズ四十八手クイズあーいいな芝居良かった旦那っぽくなるんだよができればかほんまケビをケビを新しい携帯買って、うん、画質すごすぎてケビを釣った、うん、っていうやつをやりたいやなからなそれは誰も求めてないほんまそこまで行くと笑い系ぐらいやからそうか先行ツッコミとかもあーツッコミもしやるならばあれちょモザイクかかってたところとかさ、うん、え本編で俺らモザイクかかってるところとかを公開するとかもいいよねああなるほど例えばチャラが嫌いな YouTuber とかさ言えるしねえんだよ聞いて今のも P 入ってんの入ってるよなでこれを外したやつを見れるっていうないいや100円でいやすいやすいむっちゃ安いうわすげえじゃああれもやりたいわあの TikTok メドレーあーやりたいなそこでしかも音源のあれないねんなあーもうそうやな著作権のあれがそう広告が確かないから TikTok メドレーやりたい余裕できんじゃんあれはプライベート遊びはあ俺もそれはやりたいと思っててんだからプライベートで俺は遊ばへんって言ってるけども、うん、まあメンシプ始める、うん、なんか誘って遊ぶみたいな映像、うん、ガチガチプライベートを流してもいいんじゃないかな、うんうん、マジでいい動画回ってるテンションじゃないってことないらしい、うん、なくしようもちろんうんそれは徐々にやけどな、うん、最初いきなりそのテンション作れるかは分からんけどそういうのもほんま病気よな病気カメラ向いたらこんだけ
っていう感じの喋り方。そうやな。あ、俺あれもしようかな。え？え？お前。さあ、俺の競馬の分析方法も教えるわ。マジ？そうか、ノートでせえよ。いや、しゃあないから。ノートやめた。ノートやめたん？次当たったらまた出します。あ、そういうことな。じゃああれやろうかな。え？よし。バーン！ TikTok 祭りの動画。あらんの。それはいらんの。10秒ぐらいの。いや、あれ他の YouTuber から結構言われるやん。言われるわ。ぜーって言われるやん。いじられてんな。てかもうほんまマジでおのおのの、なんか一人で映画行ったとか。うん。ほんまにもうそんな動画とかでもいいと思うし。あるな。ガチプラベ。うんうん。もあるかも。考察。考察。いいやん。いいやん。感想。いいやん。俺がゴジラ見た感想。いいやん。いいやん。いいやん。32分。喋ってんな。喋るの好きやからどう。あ、でもあれ思った、ライブ配信もいいかなと思ったら。あ、行く。あのメンバーしか見られへん。まあよくやってるよ。多分めっちゃいいよ。うわ、あとあれや、インスタ投稿みたいな、フィード投稿や。つい文字で、文字で投稿 YouTube にできるやつあるや。うん。あれのメンバーシップをみんなやってたりするとか。何組か俺ら入ってみたけど。確かに。服買いました。ああ、やろうよ。いいよ。やろうよ。面識来てくれる人は、実際来てくれると願ってんだけど、俺らのオフ会を中継でメンバーシップだけに流す。ああ、いいよ。いいや。じゃあ、面識の人は別に会場に足運ばんでも、いいから、そう、入れるっていう。いいかもな。マジでよくないこれ。それで海外でやったら全員面識入って。お前海外から海外オフ会したりお前海外オフ会したろ現地誰おる誰が来てんの現地に PPV だけあとはグッズとかチケットの先行販売しかり限定販売とかそんなんも考えてるしねグッズ限定販売とかいいっすよねまあオフ会のチケットめっちゃいいなもうみんな入らざるをええへんわこれが700円もうあげるえどうしよういやいやいや700円マジかもう言ってもうたから初めにうわいや1500円にしますやばい言ってもうただいぶ上げたな上げた倍以上ただなんか1個だけなんか僕視聴者代表みたいな立場なんでは言っとくとなんかそのメインとかおろそかにするんちゃうんかみたいななるほど50万人目指してんちゃうんかみたいなおいそこなんですけど一切ございませんっていうおいまあ良いだつもりは僕ら作業早いんでもうみんなが過密で頑張って無理やろっていうようなスケジュールもこなせる YouTuber が合間を縫ってメンバーシップを取っていくっていう実際プライベートにカメラがつくだけみたいな撮れるからねだから大体早いよな俺ら何がサブチャン1000人で初めてああいやそうやねん18万人でメンシップって多分来月本出すねいやいやいや俺たちが売れた理由やめろファンド SS ランクみたいな人たちが楽しめるようなチャンネルを伝説するなっていう。いや、そうやね。そう。マジでみんなで盛り上げていこう。いっぱい来い。お願いします。いっぱい来い。じゃあ、グキタルからの報告でした。はい。皆さんよけたら、これどこにあるんだよ。あの、友達になるみたいな。はい。あるかもしれない。ちょっと編集で入れておいてください。はい。そっちの方、チェック確認よろしくお願いします。お願いします。それではまた、次回の動画です。バイバイ待ってるよ待ってるよ。入場じゃあちょっと見たろうからうちよおいうまいやん俺もじゃあちょっと打とうか何で打つのかだけ7番でああ若干こう右にお綺麗うまっ